はいみなさんこんにちはチームハロンゾーノです注目材料を三分で解説します10月4日21-30分アメリカで9月の雇用統計が発表されます8月の非農業部門雇用者数 NFP は予想の16万人を下回り14.2万人となりアメリカの労働市場の鈍化懸念を高めましたただし失業率は4.2%で横ばい時間給の伸びは へ加速ししていたたこともあり市場の受け止め方はまちまちちで FRB が雇用創出を後,後押しする方向に傾き始める中で、11月の利下げ幅のヒントを見つけようと雇用市場の結果に市場は注目しています。では早速見ていきましょう。9月雇用統計を見る上でのポイントは3つです。 一つ目は NFP の3か月平均は11.6万人と安定した雇用の伸びと見られる10万から15万人を維持している,いるもののかなり加減に近づいています。また NFP も今年に入って下方修正が相次ぎ、初回発表値からトータルで23.3万人減少するなど雇用,雇用創出のペース鈍化は明確になっています。 2つ目は、しかしながら、高頻度データである新規失業保険申請件数、失業保険継続受給者数、インディーズジョブ・ポスティング・インデックスは、足元改善ないし横ばい気味となっているほか、上質求人件数のリバウンドもあり、労働市場の減速ペースが緩んでいる可能性も示唆されています。3つ目は、失業者1人当たりの求人件数は8月に改善していることもあり、失業率が大きく悪化している要素はなさそうです。 ただ、製造業でのストライキが長期化すれば、部品メーカーにも影響が拡大する恐れもあり、今後については油断できません。ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から口座開設すると、もれなくチームハロンズオリジナル虎の巻がもらえます。 加えて、講座解説後にキャンペーンにエントリーすると、通常の講座解説特典2000円に加え、新規取引1回1万通貨以上で、チームハローズ視聴者キャンペーン特典3000円と合わせて5000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万5000円のキャッシュバックとなります。詳しくは QR コード、または YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認くださいはい。 市場予想は NFP が13万人と、前月から鈍化する一方、失業率は横ばいの見通しです。チームハローズとしては、製造業のストライキの影響は懸念されるものの、求人件数の改善などで、労働市場の減速は一服するのではとの思いから、指標発表後、ドル円は上方向を試すのではないかと見ています。こちらは直近の雇用統計後のドル円の反応です。ご参照ください。 ご案内しましたように10月4日21時30分にアメリカの雇用統計が発表されます21時からのライブ番組内で雇用統計の結果とそれを受けた市場動向をリアルタイムでお伝えしますまた結果を受けた短期売買も行う予定ですご興味がありましたら番組最後に URL を貼り付けておきますのでそちらからアクセスしてください最後にグッドボタンチャンネル登録お願いします本日は以上です